約2 8イブリワー C 約 -28 はソ連のヤコブレフ設計局で開発された超音速戦術または防空戦闘機である。北大西洋条約機構は識別のため戦術戦闘機型にブリワー防空戦闘機型にファイアバーというナットをコードネームを付けた。複座の戦闘練習機型の存在も知られておりこちらのコードネームは マエストロである。権欲配置の主翼の両側に強力なツマンスキー製ジェットエンジンを収めたポットを装備した装発機で、降着装置はタンデム型に配置されていた。1960年頃から生産が開始され約700機、生産されたが、他のソ連の友好国には輸出されなかったため、西側諸国においては、本機は長い間その実態が把握されていなかった。 戦術戦闘機仕様の約 -28pp。緑と茶色の塗装が特徴。練習機仕様である約 -28u。黒と灰色のコントラストが目立つ。離陸する姿勢の約 -28。前後に配置された車輪が目を引く。約 -28r、28 R 約 -28 から64。

約2 8 p p v r i ス約 -28vv, 約 -28lsh, 約 -28pfirebar, 約 -28pm, 約2 8 p 約2 8ナス二十八から64。初言性能武装。ジャグールジャック -28suchoj.com。リトリーブド。18ラ来2012。ありがとうございます。